こんにちは。この村のお子かな。この地方に疫病が流行っていてね、坊やも悪い病気にかかっていないか少し血を取って調べさせてほしいんだ。ちょっと君言ってえな。ごめん。カワキ、また親父にパシらされてんのか。急いでるから。お前も大変だよな、イカレ親父のお守りなんてよ。ああそうそう、お前の親父戦争行っておかしくなっちまったんだっけな。父さんをバカにするな。ああ、父さんはおかしくなんかない。父さんは英雄なんだ。知らないくせに勝手なこと言うな。吠えてんじゃねえぞ。よさねえか。痛え目に会いてえのか。行こうぜ。けとっとと失せろ。ありがとう。ほら拭けよ。聞いたよ、父ちゃんのこと。俺も似たような家だったからわかんだよ。けど我慢してたっていいことないぜ。なあ、俺と一緒に金魚を売らねえか。二人で桶担いでいろんな里を回ってさ。仕事なら一から叩き込んでやるからよ。できないよ、父さんを一人ぼっちになんかに。でもよ、早くお酒を持って帰らなきゃ。追われちまったな。あ、おい大丈夫か。なんかごめんな。